マイクテスト、マイクテスト、ちょっと待って。別端末からちょっとテストします。よっ、ちゃう、ここじゃない、これだ。エリカンが入室しました。マイクテスト。はい、大丈夫ということで、今キャンペーン中だよね、ミラティブ。ミラティブでキャンペーン中の幻獣なんレジェンド、やっていこうと思います。よ。5日間ね、放置したんだよね。どうだろう。どんなことになってるんでしょうね。やっぱ上限あるんだ。上限ないかなって思ったんだけど、上限ありましたね。進む。上限あったか。でも一気に上がったね。これどうやるんだっけ？ ステージか。ステージをやる前に、これ受け取り？これ受け取れないや。空き場所、これか。よっ。よっ。で、試練だっけ？触んないと忘れますね。よっ。快速はまだしなくていい。これ、ソートだもんね。試練？これか。挑戦。いや、その前に、育てるのどうやるんだっけ？育て方？任務。の提出っていうのが受け取りなんですよね。で、3日、友達に一括で送る。で、申請票一括同意。一括申請して、それで、強く記憶。なんだこれ。もはやわからなくなっている そして相変わらずテロップが邪魔なところに流れますね。赤ポチのこれを受け取って特典ギフト無料購入。で、1日目、課金画面に来ちゃった。これがもらえる。ね、1日目特典ギフト受け取り、ね、負荷受け取り、無料購入。これインしてなかったけど、もらえるんだ。でも、なんか久しぶり、触るのが久しぶりすぎて、どうやるんだっけって、
なってますね。とりあえずもらえるものをもらって、幻獣だっけ育てるの、これだな。これで、5人出せるんだよね。で、属性揃えた方がよくって、どうしよっかな。これ育てようか。これ育てる。おお、課金にまた来てしまった。これレベルアップ、レベルアップが足らん。一括装着で、レベル60。これいつ、水さえあれば俺の力は無限だ。これ外して、こいつを幻突するのに足りないな。一括装着でこれにして、あと出陣陣形を、これを星少ないやつ消して、これにこれで封印保存で戻って、幻獣のこの赤ポチはなんだ、赤ポチはなんだ、突破できるって赤ポチか。そしたら、ちょっと待って、まだ星少ないやつが結構出てる。星じゃない、魂、これ、何時の、レベル上げるか。で、これが魔法系だから、なんか、人間は証拠りもなく同じことを繰り返す。いい案外にならないですね。それ確定でレベルアップで、出陣してるやつがちゃんと人間は証拠来てるかどうかを貸せよ、過去のすべてを確認して。人間の血肉はだ、ね、で来てるよね。で、あとは出陣してるやつ、これ水さえあれば、これさ、俺の力は無限だ。レベル、移すことできないのかな。移せたらいいのにな。ないっぽい。受け取り可能。なんだろう、その放置芸でなんだ、溜まってるやつには正直限界があるっていうのが今回分かったけど、あ、間違えたかも。選ぶやつだった。うっかり考えずにやっちゃった。まあいっか。これできるのかな、10連。誰の目も気に、出た。星5が欲しいんだよね。正義はか、出た。そう、星5が欲しいんだよね。
太陽よ。来た来た。なんか結構いいのが出るな今回。強風がお前を引き裂く。どんな声やねんみたいな感じですけども、踏んでレベル上げたいんだけど、どうしようかなこれ。あ、見える今。受け取る。おう、課金トラップはまりそう。受け取る。で、これが受け取れるのか。ね、あとはこれか。これが取れる。で、あとなんだこれ。これがわかんない。あ、これいいねしたらもらえるやつ。あ、数が限られてんだ。はい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 。で、メールで一括受け取り。アキタップ。もうめんどくさいから。まあこんなんが来てたなっていう一括作戦。で、日常。これテスト。で、ちょっと待って。カバン、あ、これが合成できる。で、これも合成できるでしょ。で、これも合成。で、これは神器か。かけらを50個使用解除。で、これで強化。どうしよう。これ強化？6等級、3等級。等級がレベルなんですよね。6にしようか全部。とりあえず6いけたか。7、8、10までいけるかな。とレベル10まで上げちゃおう。あ、なくなった。よいしょ。で、これをもらって、で、カバン、これを使用してもらって、確定もらうでしょ。え、あとこれか。これ何？合成して原神宝箱の開封には鍵か。で、どうしたらいいんだ？これ宝箱もなんか開けそう。あ、レベル制限がこんなところにあった。で、受け取り、とりあえず受け取れるものをどんどん受け取っていく。テロップ邪魔だな。テロップあって赤ポチが見えないっていうね。で、これを受け取って受け取って、あとはこれ負荷、1回タダで負荷できる。
ボーンズゲーム完璧。ミニゲームを遊んでみんなでコインもらっちゃおう、ね、リボン付きのカート。普通友情、友情は足りない。じゃここ、これやるか。なんだこれ、よくわからん。あ、5が出たね。で、まだもう一回できる。出なかったか。や、確定で、通常のやつもこれタダでできるから、これで開けて、あと10回できる？できないな。ね、試練なのか。もらえるものをとりあえずもらう。で、天地順ってなんだっけ？挑戦しないといけないのか。で、あとギルド？あ、ギルド破門されたっぽいね。放置してたら。まあ、いっか。なんか、これ正直、ぶっちゃけ続けるつもりないんですよね。なので、簡単、普通。なんか、横スライドで、あー、なるほどね。そういう感じ。相当、もう一回できる。で、これ、で、終わったやつと、新しいやつと、できるわけね。拳銃のレベルアップできるかな。限界突破、あ、できた。確定ね、レベルアップ確定。他のやつレベルいくつまで上がってたっけ。50とか60か。これで、あと、星5、星アップって何？一着装備。星アップ。あ、これで、これで、これ、あ、こう、あー、そういうことか。2個使わないとランクアップしないんだ。なるほどね。で、スキル、これはいいか。で、レベルアップできるけども、できるけども、他のやつを育てたいんだよね。あ、どうしよう。ちょっと考えずにあげちゃったな。ちょっとまずいことをやっちゃった。もったいないことやっちゃった。とりあえずこれ、これあげる？どうしようかな。これあげたい。上げて突破させて、で、上げて、これで、あと天地順、これ挑戦しないといけないんだよね。まいった。ちょっと放置しすぎましたね。カバンの中、これ使ってあげれるかな。太陽よ、レベル、我に力を授けたまえ。着用ができ、あ、した、着用した。太
陽よ。ちょっとタイミングが我に力を授けたまえ。いや、これをちょっとデッキに追加したくて、これを外したいんだよね。ね、幻獣の夫人からこれ消してこれに変えて、踏んでこれ、おや、間違えた、間違えたな、出陣、出陣こっちじゃなくてこっちか、これで、これで、これで、これランクアップとかできるのか。人間の血肉は、こうなってくるとこれかな。レベルアップ X 着用で幻獣でこれを人間の血肉はだ外して婦人をこれを外してこれだったかな、これで保存してこれだよね。わしを怒らせるのは誰じゃ。これでいっかな。あとはこれを外すか。これ外してこれ外してこれ入れるか。でこれで X 着用、こんな感じかな。それでどうだ、これで試練毎日修行相当で挑戦、あー使っちゃったのか、そういうことか。ふん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 、なるほどね、わかりにくで、これで入る、はい、これでいって挑戦で、これでいいのかな、これで改善。本職法キツネビ太陽の力を思い、バトルしてる最中もいけたっけ、挑戦審査無敵本職法キツネビ太陽の力を思い知るがいい。なんか他の画面にもいけるけど、よっ、これで回線でこれをもらう、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 ね、受け取り、で無料、あ、更新しちゃった、余計なことしちゃった、余計なことしちゃった、まあいっか。で15回占い、
定でこれもらって、これまだできんのかな？できないね。で、あとはこれでもらっていく。一応ね、リクエストあったんですよね、続きをやってほしいっていうリクエスト。それで一応やってるんだけど、お店か。エンマ、マガタマ、いっぱいあるね。じゃあ、三つとも、いける？買える？買えるっぽい。して戻って、ちょっと待って、人間は証拠りもなく、これ着せて、何時の命は着せて、太陽よ、これをレベル上げる。で、限界突破ができない。わしを怒らせるのは誰じゃ。これ星5のやつだね。これで上げて、それで、試練いとくか。これ友達し、私のし、派遣一個で、あ、なんか移動してた。これでバトル。勇者混色宝人。やろうっていう感じじゃなくて、リクエストがあったからみたいな部分があるから、ちょっとテンションローですね、この配信。まあいっか。これでいいか。でいい。で、完了。お試しダメなの？テスト。お試し。確定。これでどうだ？お試しダメなの？出入り自由、出入り不要。
感じなんだ。めんどくさまあいいけど、これ買っていきますかね。購入で、次のこれを挑戦でやってる間に他の、これなんだっけ、よくもう忘れちゃったな。完璧本体選択、選択6個選択、6個選択して4個選択で捕食。どうなったのこれ、よくわからないよくわかんないぞね。試練これ進んでいくか。で、そうしてる間によ、これが強化できるようになってるから、10 10 15、レベル15まで上げる。まだ余裕で上げれるね。じゃあ20まで上げるか。20まで。ちょっとがっかりだったのが、放置してたら、なんて言うんだろう。放置してたら、その放置分、全部なんか放置した分だけの分もらえるかなっていう期待を込めて放置してたんですけど、ダメだったのが結構残念要素。なんか今宣伝とかでよくやってる赤黒とかは、なんか放置した分もらえるっぽいんだけど、このゲームはダメでしたね。タップ、こっちも挑戦できんのかな、やりながら同時にいくつも挑戦できんのかな。あ、できる、もしかして同時並行。それはすごいな。無料挑戦戦力無料挑戦失敗した。更新かな。あ、負けた。まあ育ててないからね、しょうがない。よっ、これをもらって、あとはこれか、これをもらって、もらっていく。どうしたらいい？試練これで買って、タップで、これを
あ、死んじゃった、死んじゃってんやん。なるほどね、そういうことか。なるほどね。そうか。消費していく感があるんですね。なるほどね。わしを。これレベル上げて突破するのに足りない。冒険、これで受け取り、受け取り、一括受け取りで任務ステージ挑戦ね、星5のやつになってるよね。あ、これでこれやりながら試練もいけんのかな。試練挑戦、おー、同時にいろんなバトルができるのはちょっと太陽の力を思っちゃありますね。よ、キツネビ、マリア、私に力、巨竜の力、ね、なんかやりながら別画面が触れるっていうのはちょっと魅力ある。これも多分いけちゃうんだろうな、挑戦で。同時にいっぱいできるから、太陽の力を思い知るがいい。ありだね。だがしかしって感じがあるけど、ステージ挑戦、挑戦ね、これを挑戦開始。あ、死んでしもうた、戦死してる。もう進めないんじゃないかな。でステージ挑戦で回戦、神技でレベル20まで上げる。レベル20まで、あ、なんか試練が、なんか解放された。タップ、次の、ちょっと待って、ちょっと待って、中継、これで次加入条件がねー、てか結構満タンになってんだよね。申請、世界でなんか解放されたここないところを押せとこれバグなのかな、どうなのかな、そういう仕様なのかちょっとわかんないけどね。これもらって、レベルアップ、で、それであと風魔、これをタップして
食報人。予告？これ受け取る。で、次のステージ。これも。クリア報酬受け取る。よよ、もらえるものをもらっていく。一括完了。始める。一括出陣、一括出陣、一括出陣で、レベルアップできるやつあるかな。59、これちょっと上げるか。で、突破。わしを怒らせ。突破で、レベルアップ、着用、突破ができる。で、ベルアップ、一括着用。あとこれか、着用ね、タップして挑戦を押して、そうしてる間にも他の作業ができるっていうのは、やりながら他の作業ができるっていう点は魅力がある、正直。だけどなんか、なんだろう、放置制限があるのが正直結構残念な感じかな。で、これで5体で出陣。であと冒険、ボス戦か。ボス戦もやりながら他のこれがいける。どうなんだろうな、このゲーム。洞窟、電気、これもらって、ここでね、触れるのは結構魅力あるけど、どうなんだろうこれ。巨竜の太陽の力を思い知るがいい。よ、対戦。溜まってるやつを処理する。で、ここを押せと。なんか入る。同時並行できすぎてちょっと分かんなくなるかもしれないね。支援を雇って、こんな感じかな。
ステージ。何でもいい部分と悪い部分があるっていう。意見で終了的な感じかな。これでレベルアップできる。わしを。太陽よ。これもレベルアップできる。で、着用して。人間はしょ。これもレベルアップ。あ、これ。何時の位置。どうなんだろうね、本当に。よ、受け取る。これでもらって、できないか。で、カバン。神器。レベル20まで上げたい。25までいけるか？あ、足りなくなっちゃった。で、これで。ね、これも？違う、これじゃない。赤ポチを押して、これか。で、冒険で、ステージ回線で、なんか結構これ前回の配信の時もそうだったけど、結構永遠と進んでいける感があって、どうなのかなっていう感じがしますね。これでこれ月間特典のこの結構、無料でもらえるものが多い。で、これ挑戦。で、キツネビの衝撃。冒険は続いてる。かな？そろそろ挑戦。レベル上げれる。え、これもレベル上げれる。人間はしょ。着用。ポチをタップしていけば、よくよく理解してなくっても進んでいける感があるかな。今はあげれないね。で、これで同時並行。キツネビの衝撃。
これで次のステージ。で、これも進んでいく。ね、レベルアップできるから上げて。配信中の星川は癒しそのものをシャンが入室しました。あ、いらっしゃい。今キャンペーン中。はい、デイリー道路です。今ね、これキャンペーン中なんで。あ、ありがとうございます。なんかぶっちゃけなんか気が済まないくせにこれやってるんですよね。よっ、星川は癒しそのものをシャンキャンペーン配信ファイトです。はい、頑張りますありがとうございました。巨竜の力、まだ入れないね。これをとりあえず強化できる25まで上げられなかったな。んーね、同時にね、いくつものやつをできるのは魅力ではあるんだけど、どうなのかな。太陽の力を思い知るがいい。よ、混色宝人。まあ、行けるとこまで行くか。レベルアップできるようになって。人間は証拠。これで厳重。なんだ、赤ポチついてるけどどれかわかんない。かぶりがめちゃ多いんだけど、これとか処理できるのかな。フーマシリン、あ、こうやればいいのか。なるほどね。この土を喰らい。ふまし蓮へって言って、確定冒険。これでボス戦をやりながらレベルを上げていくというわけのわからん。太陽よ。いやー、もうこれ前配信した時もそうだったけど、キリがないんですよね。わしを怒ら、キリがなさすぎる本当に。何時の位置。あ、さっき間違えちゃった。まあいいや。次の章へ。ステージ挑戦回戦で、やりながら、もうできることなくなってきたかな。負荷いけるね。負荷まだいけるね。ん？この赤ポチはなんだ。無料で受け取り。無料で受け取り。謎が深まるばかりみたいな感じがしますが。とりあえずもうね、ひたすらね、赤プチをね押していくそれだけ。あ、これまだでき、やっちゃダメ。で、これね、レベルアップできるから。太
ようよ。これをやって着用。わしを着用して何時の命これをレベルアップして着用を上げて、他のやつも上げた方がいいのかな。ちょっと着せとこうか。一括かつ部族の栄光。なんか本当に勝手がわからないんだけど、とりあえずはなんとなく挑戦。あ、全滅してた。全滅してた。で、冒険はこれで詰んだかな。まだこれがいけるか。挑戦、回戦、厳重もうレベルアップできないよね。洞窟、これもらってよよ。で、でもうできること煮詰まった。万物蘇生、煮詰まったっぽいよね。これで、これ上がっていく。巨竜の力を味わってみよう。あー、なるほどね。うん、適当にいけるかどうかわかんないけど、レベルが上がんないと解放しないっていうのもあるんだな。なるほどね。これで解放されたかな。レベルアップ、進んだ。ここをタップしろ。厳重をタップして、うーん、よくわからない。失敗さ。挑戦、挑戦。なんかさっきこの辺に宝箱あったような気がするんだけど、気のせいかな。これをもらっていく。で、カバン、これを合成して、アイテム、これ開ける。あ、開けるようになった。ことあー、なるほどね。あ、クリア、これをもらう。で、これを上がってカバンの中のこれを合成して、合成して、あとレベルアップできるようになってるから、人間は証拠にもあげる。これは何時のあげれる。で、ステージ調整。キリがないんだよね、本当にこの剣も。ね、個人的にはどうなのかなってぶっちゃけ思う。まあ
ありだとは思うけども、時間を決めてやらないとキリがない的な感じはどうなのかなって思うんだよね。巨竜の力を味わってみよう。人生？あ、これで入れたかな。入れてないね。次のステージ。言ってる？太陽の力を混色で、レベルアップできるようになってるから、レベルアップして、本当にキリがない、これキリがない。巨竜の力を味わっ取って、これを上げていくね。巨竜の力を味わってみよう。なんかほぼやることなくなってきた。積んできたかもしれない。よ、これをやって、この画面で、天神の炎、そろそろ積んだかな。やっと積んだかな。太陽の力を思い知るが、何時の意、個人的には早く積んでほしい。積んだらやめたいって思ってるから。まだ積んでないんだよね。試練が上がれるからな。これで受け取りで、なんだっけ、ね、どっかになんかあった。制度、報酬、受け取り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 、順位、粉末、報酬、あ、これもなんか放置ゲーでありがちなランキング上位の人のご褒美をなんかみんなで分け合うっていうね。よ、あとはこれ、報酬、受け取り、なんか全部1位の人、これ配課金の人だね、きっと同じ人だもんね。
全部が全部同じ人でもないか。あーでもハイカーキンの人が何人かいるなーっていうのが伺える感じですね。すごいな、お金をかけてそこまで首位プレイヤてきたかな。まだいけるのか。あこのなんだ塔を上がるやつがなんていうの、あの積んだら終了かな。多分そんな感じ。なんかね、これバグを見つけたらなんかもらえるっていうのがあるんですよね。これバグ収集キャンペーン、8月の上旬まで一つバグを見つけるたびにバグを確認した2日以内に連絡をしないといけないっていうやつなんだけど、一応なんかでもこれやってるとなんていうのかな、なんていうの、運営さんやる気あるなって最初思ったんだけど、反対にバグがない自信があるっていうのをねちょっと感じた。であとこれ、この宣伝部長専用ギフトコード、これどこに入力するのかな、それが分かんないよね。どこ行ったらいいのかな。日常じゃないよね。メール友人遊び方、え？違うなぁ。本気で分かんない。どこにあるんだろう。どこに書き込んだらいいの？あれさっきのやつ。遊び方？違うよね。全く分かんないや。今レベルがこれが一番低いのか。あーでもこういう感じで上げていくとマジキリがないっすよね。冒険
こ行ったらさっきのあれできんのかな。旅の商人、違うしね。市場は競技屋、これは装備強化かな。一括合成確定。人間はしょレベルアップ、一括装着ね。これを一括、稲妻的な気は続いてるね。まだ積まない。すごい早く積んでほしいのに、まだ積まない。ギブ？違うな。クリア法じゃ違うな。どこだ？どこに行けばあれを、ここ？違うよね。あ、これか。交換コードか。引き換え、違うな。称号イメージ主張、違う、サポート、いや違う、マジわかんない。どこ行ったら、なんだ、あれを、さっきのあれを、ね、できるのかわかんない。よ、25まで上げたい。足りなかった。どこだろう。攻略じゃないし、あれ？これはなんだ？なんかできなさそうなんだ。これ挑戦するか。防衛婦人を、でチャレンジしていく感じか。これやっちゃうか。これでちょっと無理やり上げちゃう。
ステージが解放された。太陽よ、どうなんだろうこれ。大通り10回復か。もう一回できるね。ここ押して、まあ、なんだろう、言い回しとかがなんか中国ゲームだなっていう感じなんだよね。もういいんだけど。すべてを沈めてやる。我が剣技は無休なり。まあこんな感じだよっていうね。ああでもどこにあれ、さっきのこれどこに入れれんのかな。これもう期間終わっちゃったのかな。なんか昨日か一昨日かなんだよね、ツイッターで流れてたの。だから終わっちゃったかもしんない。人間はショック。他の曲げた方がいいのかな。よくわかんないけど。ありどもが。あ、これで積んだ。ストーリーっていうかメインのやつは積んだ。でまだこっちが積まないんだよね。太陽の力を混色法陣。これでまた解放できるのかな。もう限界か。よくわからんけどこんな感じだよっていうねー、レビュー、レビュー、あ、レビューか。あー、特典ホールってなんだろう。出血終身パス。まあぶっちゃけ、おう、ノー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 、課金しないよ。ね。これを受け取って。人間はショック。けて、まあ、こんな感じ。リクエストしてくれた人にね、答えられる形になったかどうかちょっとよくわかんないんだけど、とりあえず、結構キリなく続けられるようと。
封印言うね。はい、こんな感じでいいかな。とりあえず最低限の技量は果たしたと思う。うん、ということでよ、旗揚げして終わろう。よよ、反応しない、反応しない。 OK、 赤上げて、赤下げて、よし、間に合わなかった、また、あ、間違えた、いっか。はい、って感じでね、果たしてね、リクエストした人にねお答えする形になったかどうか、すごい謎なんですけども、まあ一応、うん、はい、リクエスト頑張ってみたよっていうね。あと5日間放置して、その放置のね、なんていうの、その溜まり方のチェックとして、なんか最近よくコマーシャルとかやってた赤黒とは違って、無制限には溜まらないっていうことはね、明確に分かったかと思います。ってことで終了、バイバーイ。終了ボタンが押せない。よっ。